大量生産されたものを大量生産して作ること、そしてスーパーマーケットで個展やるんですかっていう、そこら辺がねセンセーショナルだった中で、安心感もしっかり与えていた、そういうのがこのキャンベルのスープ缶という作品なんですね。ここからスタートして次出ました、マリリン、ね、これ見たことある方いると思いますよ。若い方でもね、ビレッジヴァンガードありますよね、あの雑貨屋さん、おしゃれな雑貨屋さん、ビレッジヴァンガードでよく見るマリリン・モンローのこの首から上の肖像画みたいなやつね、いろんなねこの奇抜な色になってる、あれがまさにこのアンディ・ウォーホールの作品なんですよ。34歳の時に書いたんですね。ノリノリですね。33でキャンベルのスープ缶ぶち当たってですね、そのあたりマリリン・モンロー34歳の時に書いた、これ何があったか、このマリリン・モンローのこの肖像画ともいえるポップアートを書いたのですね、1962年にあのマリリン・モンロー映画のトップスターね、誰もが知っているマリリン・モンロー突然死っていうのがあったんですよ。マリリン・モンローが一説によると薬物の大量摂取で亡くなってしまったって言われてるんですね。突然亡くなってしまった、ここですぐにアンディ・ウォーホルは動くわけですね。この亡くなった次の日にはですね、このマリリン・モンローのエージェントに電話してですね、マリリンの肖像画使わせてくれと、ね、マリリンの写真使わせてくれ、俺がアートにするからということですぐに連絡して、そしてトップスターも大量生産したわけですよ。またシルクスクリーンだ、シルクスクリーンでえっちらおっちらね、このファクトリーを使ってわーってやるわけですね。まだファクトリーまだか、まだファクトリー、シルクスクリーンでわーってね吸っていくわけですよ。トップスターも大量生産したんだ、ね、ここに物議を醸したわけですね。ね、マリリン・モンローというね、この誰もが知っていて誰もが愛していたトップスターの死をお前は食い物にするのかと、お前は金に変えて自分がウハウハしていればいいのか、そういうふうにあのアメリカでも、勢いになったアメリカでもかなり非難轟々だったわけですね。ただここで表現したかったっていうのは、まだその非難轟々を浴びせてる人たちは気づいてなかった。ここでアンディ・ウォーホルが伝えたかっていうのは、要はですね、そのワーワー騒いでる皆さんお聞きください、トップスターマリリン・モンローの死、これは確かに悲しいことです、私も非常に悲しかった、悲しみに暮れた、しかしあなたたちは1週間経てば1ヶ月経てばまた新しいトップスターをもてはやし、同じようにマリリン・モンローのような存在を見つけてくるだろう、だからこそトップスターもあなた方は大量生産してる、そうじゃないですか、そう打ち立てたのがこのマリリンという作品なんですよ。それをこのシルクスクリーンという大量生産でまた吸っていく、え、キャンベルのスープ缶から進化してるわけですね。みんなの心に訴えかけた、あなたたちどうですか、私にわわわわ言ってますけども、あなたたち実はもう新しいスター見つけてるんじゃないですか、実はマリリン・モローに飽きてたんじゃないですか、新しいスターが出てきて嬉しいんじゃないですか、そういうことを言いたかった、これがマリリンという作品なわけですね。ただその中でマリリン・モローに対するリスペクトっていうのも忘れてなかった、それが眩しいオーラと緊張、そこに現れていたというんですね。このマリリンでね、このビビッドな色使いっていうのが、このマリリン・モローが生きている時に放っていた眩しいばかりのオーラだったと。マリルは非常に妖艶で非常にトップスターでね、非常に輝かしい人だった、それを眩しいオーラとしてあのビビッドな色で表現したわけですね。その上でマリリン・モンローね、ここ出てますよね、皆さん口元見てください、マリリン・モンローの口元笑ってるけど口が開いてないんですよね、歯グッと、ね、合わさってるでしょ、歯食いしばってるでしょ、ここが緊張なんですね。マリリン・モンローがこれはもともと写真を、ね、元に作ってるものですから、マリリン・モンローが写真撮られてるんですね、パパラッチに写真を撮られた時にグッと歯を噛みしめているっていうことは、マリリンはトップスターできらびやかな生活、みんなが憧れるようなトップスターでありながら緊張していたんだ、緊張感はあったんだ、その置かれている自分の状況に何かもう釈然としないものはあったんだと、ね、納得いかないものがあって、マリリンっていうのはそこで緊張して、それでも自分を表現しないとっていう儚さもあったんだ、それを一枚の絵に閉じ込めたのがこの作品なんだ、すごいでしょ見方、ね、死を軽んじてたわけじゃない、死を通してトップスターの死を通して世間に訴えたいものがあったんだ、そういうことだからアーティストなんですね。アーティストの、ね、根源どこを見てほしいって言いました僕、ね、興味の種見てほしいって言いましたよね。だからこれ平面なんですよ、大量生産されて大量生産で作っていくとかね、これは僕が今説明したのはまだ平面に過ぎないのかもしれない、花ではないけどまだ土状態、土の段階かもしれない、その下を見てください、社会に訴えかけたいメッセージがアンディ・ウォーホルにもあったんだってことですね。アンディ・ウォーホルだいぶ強いですね、そこからもうね、これたくさんたくさん吸ってね、それなんかもう
たくさん吸ってそれが絵になってくって、なんか音楽みたいじゃないですか。今で音楽だったら一曲作ったらたくさんの人に届けますよね。それはアートではできなかったね。たくさんの人が見に来れるって言っても100人ぐらいがせいぜいかなとね。それたもう何万人という人にね、この分け与えることができなかった。でもマリリン・モンローのこの肖像画っていうのはですね、今では何千枚何万枚も世界中の人たちが楽しんでいるというね、自宅に飾っているという、そういう作品になっていくわけなんですけども、まさに音楽のような売り方をしているね。そう、音楽もやっているんだ。この後ね、ちょうどファクトリーというね、このね、作って、ね、ラボを作ってみんなにわーすらせてる段階の時ですね、このベルベットアンダーグラウンド&ニコ、ね、これは音楽ですね。ベルベットアンダーグラウンドというバンドがいて、でそこをプロデュースしたのがこのアンディ・ウォーホルだったわけですね。でもみんなちょっと聞いて、ちょっとベルベットアンダーグラウンド僕すごいいいと思うんだけど、ちょっと足りないところあると思うんだよね。足りないのなんだろうな、花かな、なんだろうな、僕が埋めてみようかで選ばれたのがニコなんだね。女優兼モデルのニコを加入させることによって、ベルベットアンダーグラウンド&ニコというアルバムがですね、ドカーンと世界中に打ち出されたわけですね。その CD ジャケットを描いたのがこのアンディ・ウォーホルだったわけですよ、ね、ベルベットアンダーグラウンドのプロデュースもし、ね、ニコの加入も手助けし、そして CD ジャケットのあのバナナの絵ですよ、ね、皆さん見たことありますよね。このマリリン・モンローに次ぐぐらい有名なあのバナナの絵もアンディ・ウォーホルの作品。それはベルベットアンダーグラウンド&ニコの CD ジャケットに描かれていたんですね。じゃあここでどうに何が起こったの、ね、何が起こったの。じゃあもうここでもう世界中にわーっとね、アンディ・ウォーホルっていうのはもうセンスなんだと、アンディ・ウォーホルってかっこいいんだ、そういう印象がかなり強く打ち出されたわけですね。そのことによってファクトリーのムーブメントっていうのが起こるんですよ。ファクトリーに入れることがおしゃれなんだってね。で、原宿のね、この竹下通り歩くのがおしゃれなんだみたいなね。その銀座のどこどこ歩くのがおしゃれなんだみたいなね。あるじゃないですか。表参道どこどこの、あの美容室で切ってるのがおしゃれなんだ。そういうことですね。ファクトリーに集まれることがステータスなんだ。そういう時代を作ったわけなんですよ、ね、ファクトリーというのはただの工場じゃなかった。有名人だったりとか素晴らしいアーティストみんなが集まって、そこでみんな裸で過ごしてたってね、とんでもない場所だったらしいんですね。全部お銀色になってみんなが裸で過ごしていて、そしてアンディ・ウォーホルの友達がのおじさんがですね、友達のおじさんがもう全裸でスケートになってね、あのずっとシャーシャーやってるってね、そういうとんでもない場所だったらしいんですけど、でもそこに入れたらおしゃれなんだっていうことなんですよ、ね、その仲間の中にいたのがこのベルベットアンダーグラウンド、そしてニコもいたんですね。なんでそれ仲間同士を掛け合わせて作ったのがこの作品になるわけなんですよ、ね、このファクトリーというムーブメント、ね、ここにいればおしゃれなんだというね、この時代の流れが来た。アメリカは強いぞ、そのアメリカを象徴しているのがこのポップアート、アンディ・ウォーホルだ。そして一番おしゃれなのがこのファクトリーに行くことなんだ。ファクトリーで生活できたら私たちも一流になれるかなということで、女優さんだったりとかこの歌手の人だったりとかアーティストだったりとかいろんな人が集まってきた中で、とんでもない人も来たんだ。とんでもない人も集まってきた、ね、このよく聞いてください。全男性抹殺団ですね。全男性抹殺団、ね、この男性です。全男性抹殺団のですね、ソラナスというね、女の子がいたんですけど、ね、この全男性抹殺団のソラナスによって銃撃事件というのが起こるんですね。これいろんな人が集まってきた中で、このソラナスもいたんですね。ソラナスはこの劇作家といいますかね、この脚本を書いてそれをアンディに見てもらってたんですよ。ただアンディがですね、もう非常に忙しいですし、自分の作品のことで頭がいっぱいだったのか、このね、ソラナスに渡された脚本をその辺にポンと置いて、もう読みもしないし、どこにいたか分からなくなっちゃったみたいな感じだったんですよ。それで起こったのがこの全男性抹殺団のソラナスだったわけですね。ガチャッとドアを開けてバカンバンバンとね、3発この銃撃撃ったわけですよね。ピストルを撃ってですね、2発は外れたと。2発は外れてもう後ろの壁にドーンドーンと行ったけど、1発はドーンと当たって、ね、ドカーン当たってこの入院するわけですよ、ね、まさかまさかのアンディ・ウォーホルここで撃たれるっていうね、撃たれて運ばれるっていうね形になるんですね。でもアンディ・ウォーホルの一命は取り留めるんですよ。アンディはね、この、あの病院に行ってですね、わー手術し、いや無理ですわーなったんですって。一旦はこの医者の人たちがみんながいやちょっとこれ無理ですわーってなったんですけど、わーってね、お見舞いの人たちがわーアンディウォーホールって、アンディウォーホールですか、アンディウォーホールだったら話違います、私たちもっと頑張りますっていうので、医者が立ち上がってですね、なんとか蘇生できた、初めからせいやというね話ですけども、医者がね本気を出してですね、アンディウォーホール生還するわけなんですけども、2発外れた銃弾どこに当たったと思いますね。1発当たったアンディは無事だったけど、もこの2発外れた銃弾がどこに当たったのか、それがマリリンなんですよ、ね、このファクトリーに飾っていたマリリンの肖像画の額ですよ、額、ここにですね、このソラナスが撃った銃弾が当たるんですよ。
で、この銃痕が残っているマリリンっていうのが世界で最もアンディ・ウォーホルの作品が高く値がついた作品となってるわけですね。なんか物語すごいでしょ。マリリン・モンローのこういういろいろあっての死もありつつ、アンディ・ウォーホル作者自身がですね、死をもって何かを伝えたかったんじゃないかって思わせるぐらいのいろんな物語が生まれたのがここの一連だったわけですよ、ね、このファクトリーが生まれても面白い物語があった。その中で、ね、ここからですね、このファクトリーが生まれる少し前の時代ではあるんですけども、僕が最後に紹介したのがこちらです。小さな電気椅子、これすごいんですよ。小さな電気椅子、これも写真を元にしていて、またシルクスクリーンで刷ってるやつなんですけども、同じく37歳に発表している。ただ37歳でこのファクトリーでいろいろあって、うう打たれて入院して戻ってきて、まあこっからね、アンディ・ウォーホルちょっと元気なくなるんですね。でアンディ打たれたし元気ないしということでチリジリになってくるんですね。ファクトリーのメンバーもアンディの勢いが衰えてどんどんチリジリになってくるんですけども、その前に作、ね、残した作品、小さな電気椅子、これがすごいんだ、これがセンセーショナルんだ。ね、これね、何がモチーフになってるか、ね、1963年ですね、ニューヨーク州で最後の死刑が行われたわけですよ。でその当時アメリカ、ニューヨークでですね、まだ電気椅子を使ってたわけですね。 若い方ね、知らない方もいるかもしれないけど、電気椅子ね、座って電気をポチッとね、このボタンをね、どっかで押されて、うわー電気流れて、あーってなって亡くなってしまうっていう、そういう電気椅子で処刑が行われた中で、ニューヨーク州最後の死刑っていうのがこの1963年、ね、大体35歳ぐらいですかね、アンディ・ウォーホル35歳頃に行われたわけですね。でこれはアンディは作品にしたいと、ね、これは金になるからじゃないんですよ、ね、アンディは伝えたいものがあったんだ。このマリリン同様、死をもって社会に伝えたいものがあった。それはこれまでにそこで奪われた命、そしてこれから奪われるであろう命の物語なわけですよ、ね、ここ出てますよね、作品静かなんですよ、ね、白黒のスクリーンでね、もうマリリンとはもう打って変わってですね、あのビビッドな色使いではない白黒モノトーンなんですね。で広い静かなこの部屋の中でポツンと真ん中に電気椅子だけが置かれている。そこで立ち止まって作品を見た人たちは何も感じずに素通りするなんてことないですよね。だってアメリカなんだもん、発表してるのはアメリカなの。アメリカ中みんなが知ってますよ、ニューヨーク州最後の死刑がここで行われたというのはみんなが知っている。ああ、あの処刑台だ、ああ、あの電気椅子だっていうことで、みんなが足を止める。足を止めた時にみんなが思わされるのがその命の儚さ、そして命の尊さなんですよ。その裁き方って正しいのか、そういうふうに世間に訴えかけたわけですね。非常に静かでみんながぐーっと見入ってしまう。でその中でですよ、僕がここすげーなと思ったポイント、それ右上見てください。作品の皆さんの向かって右上です。右上に描かれた標識、ね、この標識にサイレンスって書いてある。サイレンス、つまり静粛にっていう意味ですよ、ね、このわーっといろんな、ね、人たちの物語がある中で、そして最後電気椅子に電気を流されてうわーって叫ぶ人がいるだろう、そこまで想像できますよね。その上で静粛に、なんだこのメッセージはと、この社会を渦巻く罵詈雑言、そして叫び、そしてその処刑される人自らの叫び、それ全てに、それら全てに静粛にと言ってるかのような、見えるのか見えないのかわからないぐらいのところにこれを隠す、これがアンディ・ウォーホルなわけですね。アンディ・ウォーホルめちゃくちゃ面白いでしょ、ね、西洋美術だけじゃないポップアートでもこういうメッセージを込めている偉大な作家がいるわけですよ、ね、西洋から来てアメリカポップアートまで来ました。もうついに1987年30年前まで来ましたね。ただ30年前の作品も我々知らないんですよ。でも知ったら面白い、何度も言ってますよね、美術は知れば面白いんですよ、ね、アンディ・ウォーホルも知っていただけたら面白かったなと思います。じゃあその上で、ね、西洋から来た、ヨーロッパから来た、アメリカもやった、アンディ・ウォーホルまでやった、1987年まで来た、もうバブルは日本を崩壊している、その後出てきた日本のアーティストってどうなの、日本の今ってどうなの、ここも気になりますよね。これまで紹介してきた画家たちみんなが現在を、今を切り取ってましたよ ね、社会の闇だったりとか、今俺が悩んでいることだったりとか、アンディ・ウォーホルは今まさにアメリカで起こっている大量生産大量消費の社会だったりとか、どうなのこの死刑ってどうなの、そういうメッセージ、まさに今を切り取った作品がもう世界中でわーっとみんなに注目されてたわけ。じゃあ今日本のアーティストが生み出している
今ってどうなの、今の日本の今ってどうなの、気になると思います。続いての動画ではその辺をご紹介できればと思います。美術は知れば面白い。